そうですね。まだまだ負けがね先行してるんで、今日ね、アジャコング選手なんですけど、ぜひ勝って、まずは勝ち負けを並べたいです。負けませんっていうか、負けられませんね。うん、まだここで負けてしまったら、やっぱり伊藤にとってもまだ良くないだろうし、私自身もちろん良くないんですけど、まだまだこれからいくらでも悔しい思いをしてどんどん上に行く選手だと思うんで、もう一遍今日もまた悔しい思いをしてもらおうかなと思いますけど。